はい、おはようございます。高田のババゲーセン三角です。おはようございます。侍対戦2017、第1戦、アスラザンマ伝始めたいと思います。はい、じゃあ 1P がカツオ、2P が白次郎ということで、はい、じゃあここね、ベオンアソーこと宮本が、実況していきたいと思います。そうですね、懐かしい闘撃の時に使っていた名前、懐かしい昔の名前で出ております。昔の名前で出ています。あ、はい、かつて山岸さんに、あ、ベオンアソっていう人間いませんでしたみたいな話を、はい、ビートランベホマスっていう侍じゃいませんでしたって、はい、いや知らねえよって言って、はい、宮本って言ったらやっと通じたって言って、やっと通じた、最近ミカドに来てからすっかりベホマスになってしまって、ワンピー側は羅刹のアスラですね。まあ、アスラはやっぱり長い刀で切り攻撃をしていくキャラで、まあ、リーチは長いんですけどちょっと接近戦が弱いっていうところがあります。で連続技も結構いっぱいありますよね。これ羅刹の方は、羅刹の方は浮かしてからいろいろあるのと、まあ、武器と飛容儀ですね、起こった時の調子が強いのでそれを狙っていきたい。しかも寝てる相手に入るっていう素晴らしい、あれを、あ、そうですね、あれを出すと受け身が取れなくなるのでガード不能がそのまま覚醒してしまうっていうことですね。おっと、さあ白次郎が、あ、ここで消えて時間稼ぎ、おっ、下積もりが切られる、落ちてきたところに大蹴り。完全に今白次郎さん安心してますよ。さあ、ご覧のゲームは、アスラザンマ伝です。これは画質が悪いわけでも駒打ちしてるわけでもありません。もともとこういうゲームです。もともとこういうゲームスピードです。はい、本当にね、 2D 最強のスペックを持つハードで 3D を無理やり動かすからこうなるっていう、さあカツオが、さあ弱切りで追っ払う、アスラこれが強い。おガルフォードも怒りが重要なキャラで、あの光ってピカンって突進する高速の突進、あれ中段なんですよ。はいはい、あ、中段多いですよねこれで、はい、下段キャンセルで出すと下段から中段が高速で発生するので、ほう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 、しゃがみ B キャンセル、あの怒り必殺技ってやると、まあ実質バフ。さあ、あ、さあレーザー打って、あ、ここでレプリカドッグを当てていく。3本目勝負、オーバーヘッドね、オーバーヘッ ヘッドレプリカの隙に大切り食らって、なんか2本目の大切りは半分ぐらい減ったんだけど今の大切りは2割ちょっとしか減ってない。さっき怒ったのか、そうだろう。さあ犬を蹴ってくっていう、もうとんでもない、まあ世が世なら訴えられるんじゃねえかっていう動画。もっと犬蹴って、ごちゃごちゃしてって怒ってるのがアスラの方。さあ大切り追い打ちまで入れて、もう死にかけ、ま、B で追っ払って、さあカツオ勝利。そして慎吾と死にかけ、あ、そうだそうだそうだ、この大会の提供は、帝のそばにある、混ぜそばやトリセンさんの提供でお送りします。 CM タイムです。 CM タイム、はい、1P 側が、死にかけ、2P 側が慎吾、シュラウキョウとエンジャカツキ来ましたね。エンジャカツキ前回大会で猛威を振るった、猛威を振るった、これです、これです、世の中を大パンの嵐に誘ったこれですね。これです。この技どうなってるかっていうと、まあ、まずめくり性能が単純に高いと、はい、足まで攻撃判定があるのでめくりやすいと、でなおかつ自分からダウン状態になるので、はいはいはい、ダウンに当たる技しか当たらないんです。おお、ただこれ右京ツバメ返しがあるから迎撃しやすいんではなくて、これぐらい粘着されると、まあ、ツバメを出そうにも出そうにもちょっとつらい。さあそこやって追い打ちを追い打ちやるしかない、弾いてでこのゲームはダウン攻撃を当てると移動置きとかができなくなるので、あ、その置きしかできなくなるって、そこでもう攻めていく、切り返すしかない、ね、さああと一発とか言いつつ体力リードはエンジャー
お下段を刻んで残り時間は、いやー残るか、っ残った本目さあし、あー余裕のクルージング。あでも全然減ってないですね。これ大切り、ジャンプ大切り、ジャンプ蹴り、蹴り、あジャンプ蹴り、さあ勝つて勝つて、チキンがこれだけでみーちゃんを倒してみーちゃんが大パンするっていう、あの温厚なみーちゃんが大パンするっていう事態がありましたけど、まさにシンゴがそれをやろうとしているが、なおかつこのゲームは一応 3D 格闘なので、はいはいはい、起き上がり攻撃があるんですね。あなるほど。でかつその起き上がり攻撃の代わりに、あシンゴとか言ってる間にエンジャーが勝利、エルボーだけで勝利、起き上がり攻撃の代わりに特殊技を出すことができるので、自分からダウン状態に入った後は結構いろんな技で起き上がれるんです。なおかつその技を出している間はダウン扱いなので、ダウン攻撃しか食らわないという、そういう、さあ次、斉藤とピアロ、はい、斉藤さんとピアロさん、あピアロさん、あ、はい、お後ろです、後ろです、後ろです、じゃんけんしてください。キャラによっては例えばアンヌムツベとかそういう主力技がダウンに当たるので、はい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 、そういうキャラだとまあ結構リスクをつけやすい。ピアノさん、あピアノさん初プレイ、初プレイで使うのは何、四季で、ワンピー側が斉藤さん、あサイドさん、サイドさんかな、サイドさんの、あこれですね、あいいです、その後の侍で失われたキャラ2人、いいですね、レアキャラ同士、アスラザンマネンらしいキャラ同士、ワンピー側がラセツタイザン、ツーピー側がラセツシキ、範囲となりし式とかいう呼び方が一応ある、ぐるぐるまあタイさんも見ての通り武器が大きいのでリーチはあるが、まあ、全体的に動きは重いんですね。逆に式は特に羅刹は、まあ、蹴り技が多かったり接近戦系のキャラなんで、はいはいはい、タイさん側は接近戦が辛いのでそれをどうさばいていくかみたいな感じになるんじゃないかと思います。体力リードしてるのは式、しゃがえしゃがえ斜め、これあっ炎が入ってどうする、そうだこのキャラ真剣じゃだった、どうする、あ下段空振ったところに下段の B かな、入ってまずは泰山が1本、今らいいですね、中間距離から下段から炎の連続技、減らねえな、減らないでこれ、なんとかこれを当てていきたい、あれは追い打ちで入るの、あれ追い打ちで入る、あれ追い打ちで入るんだ、使ってるやついなかったからなこれ、あのちょこんって斜めに振り下ろすあれが中段なので、あ各キャラ本当に速い中段がいっぱい持ってるこのゲーム、一応 2D と 3D の融合を目指したというのはそういうところなんですね。お、大切りが入って、入ってバッサリ勝ったのはサイド、結構ね、バカにされがちなこのゲームなんですけど、その中下段を駆使して接近戦での読み合い、夏座敷とレアなかなか楽しいんですよ、まあ、注目選手ですね、まあ侍ね、ポリサムの方の後でこれが出て、はい、みんなポリサムじゃなくこれを動かしているっていうのでやってる人も多いかと思いますけど、なんかポリサムの方がレアになってしまったっていう、これのワンの方がワンピー側は最近新サム勢と知られる夏雑誌が、
これでも現状どうなんですね。現状なんですね。で 2P 側は今日の注目選手ですね、レアさん、まあ、昔からサムスピシリーズをナコルでやってる方で、アスラさんマネン大会には並々ならぬ意気込みで来てるらしい、今日は絶対優勝するって言ってます。毎回来てくれてますよ。さて振り向き切りで、まあ、ナコルルが1本。さあ夏屋敷さんやってたのかこれ。あやってない、初めて、やってない初めて、バックステップ2回で尻餅をついて隙ができます。あのコロコロ、あの全てのゲームにおいてバックステは NG みたいな、なんかあバックステはなんかあ悪だろうみたいな風習があって、割といろんなゲームにこういうシステムがついていて、しかもこのゲーム無限フィールドなので、まあ、その辺はしょうがなさもあるということで、いぶき、いぶきさんとマグロマン、あ、いぶきさんと、はい、マグロマンさん、いぶきさんも毎回よく来てくださいます。今年3年目侍対戦ですかね。2014から2015から5、6、2015、6、なんか3回か4回かやってるような気がしますけど、さあそしてシュラの源十郎が、いぶき 2P 側のあナコルルですね。マグロマン、ナコルルはこのゲームでも最強クラスと言われているキャラクターですね。まあ、接近戦が強い、中下段と駒投げとでコンボもつながるということでね、強いキャラとされている。駒投げ入れる、駒投げ、そしてあのなんか回し蹴りみたいな中段なんですよね。中段ですね。あれ、あ投げて、投げて、これです。あこれ中段ですね。ただのタッチシール、ただのタッチシール、中段です。連山 AAA 入れて、連山は AA が一番減るので、とりあえず困ったら AA をしておけば大丈夫です。AA が一番減って、BBB が浮いて、浮いてで、ABBCC、ABCCC で、あ、まあ、いつも通りみたいな。怒る。切って怒るという。なぜそうなってしまうのかっていう。天草システムです、ね。天草システム。お2本目はナコルル側が有利に進めて取り返す。さあマグロマン、さあそして源十郎、源十郎はこのゲームでは割とスタンダードなキャラで、例えば立ち A からの連続技とかそういう基本的なことが一通りできる。おバランスのいいキャラクターですね。使いやすい。まあ龍拳タイプ的なやつですね。青丸、ね、とか源十郎は本当スタンダードなキャラになって、新サムの源十郎は何だったのか、サンクロの源十郎は何だったのかっていう、もうスタンダードっぽさないですからね、あの2つは。珍しくスタンダードなんですよ。切った大切り入っちゃってマグロマン勝負あり、ナコル、マグロマン勝利。じゃあサリピと宮本、はい、はい、なぜか1回戦でこの2人が当たってしまうという。さあワンピー側がサリピ、サリピのリムルルで、宮本 2P 側、この2人、あ、今回ハオマルなんですね。羅刹のハオマルと羅刹のリムルル、始める、いざ尋常に1本目勝負。さあ 1P 側のサリピ、 2P 側が宮本、ベホマソこと宮本ですね、さあス
さあなぜか空自運の妙ということでこの2人が当たってしまうと、サリピア、今回の、侍対戦の、ポスター相変わらず作ってくれて本当にありがとうございました。何も言ってないのに作ってくれて本当にありがとうございます。助かりました。いろいろちょっと忙しかったので本当にああいうのをやってくれると助かります。という来てる間にベホマソ、あ、宮本がリード。つながって結構これでけえな。さあ1本目がベホマソ、さあ弾いたけど入らず、旋風烈弾、この羅刹の青丸は旋風烈弾ちゃんと飛ぶんですね。お、ここで怒り爆発。お、ここ一線を潰していく。あれ宮本さん強いじゃないですか。じゃあ2回戦いきましょう。カツオとシンゴ、さあ素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。いやー、あんま置いてないんでやり込むあれがないんですけど、やってましたね。やっぱもう一人でやってます。あ、一人でやってます。対戦する機会はまあちょくちょくその集まサムライン勢で集まるような機会があって、はい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 、まあチャーリーさんとかも一緒にいたんですけど、たまに何年かに一度対戦する機会があるみたいな、そんなゲームです。まあミカドだと基本的にこの5月の連携中しか動かないですからね、アスラさんまで。でもそれでもミカドで動くようになってからが多分一番ペースが上がってます。ああ、なるほど。さあシンゴは相変わらずエルボー、相変わらずエルボー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 。お、これは前回大会での野外つかめん戦のカードの再現ですね。はい、ありましたね。野外つかめんもやってましたね。やってました。でアスラはあの昇竜で出る稲妻、これがあるんですけど、はい、これがダウンに当たるので多少しのぎやすいと。前回は確か野外つかめんがそれでさばいてたんじゃないかなと思います。それでチキン豊富ってますよね。まあ YouTube にあの前回の動画残ってると思うんで、もしよかったら見てくださいっていう。チキンさんがめっちゃ気持ちよくなって、あれ気持ちよくなってましたね。ただこ、あ、でもシンゴも同じように気持ちよくなってますけどね。さあ中断、さあこのやっぱり稲妻があるんでどう攻めていくかっていうところだと思うんですけど、実際このカズキって何するキャラなの。あのエルボーしか見てないけど、この何するキャラなんでしょうね。まあ一応構えがあって構えからの派生があったりとか、まあいろいろ技は多いんですけど、まあ、なんかこっちは陸道持ってない。陸道があります。陸道ある、ある方です。陸道ある方だけどエルボーをやる。エルボー、あんなリスクのある技よりもリスクのないエルボーをやると。 C ボタン系の技で単純に立ち回るのがなんか強い感じがしますね。さあ時間がない、時間がないぞ。ないめくりをガードしてビーム、レーザー、あ、投げて崩して、あ、時間を止めてくれた。アスラ爆発していく、これは取っていくっていう感じかな。一発当たれば勝ち、一戦出しちゃって当てれば勝ちだからっていう感じかな。あ、一戦でちょうど時間切れになりますねっていう、そういう作戦なのかなと。一戦は中断です。一戦中断なんですよね。中断でなおかつ中切りぐらい削るので、さあ勝ったのはカツオ、そしてサイドと、チャーリーオーツ。
この後は、天草降臨大会やります。天草降臨エントリーの方受け付けます、そしていつものあの調査地が、机の上に置かれてます、どうぞ見ててください、見ると天草降臨が分かりやすいと思います。はい、大津さん、今日もこの天草降臨をやろうじゃないか、高田馬場にかど出張版は今日もこれはフリップでお持ち帰り OK。 ありがとうございます。残り3冊くらいしかないのでみんな仲良く見てください結構吐けましたね仲良く見てね。一冊置いてあったんですけどね、なくなっちゃいました。さーて、タイザンがサイド、チャーリーオーツ、がリムルルとワンピーガーですね。さあ先ほどサリビンを使ってましたけど、リムルルも結構強いからです、このゲームで。まあ、やっぱり小技が強い、接近戦が強い、中下段があって接近戦が強い、はいはいはい、でまあ追い打ち系の技もいろいろあったり、駒投げも持ってたり、火力もそこそこあるんで。これです、この立ち、ただの立ちですけど、中段であのリーチ出た、またですかなんかすごくあの使いやすい技が中段ですよね、このゲーム。結構立ち系とかを振るともうそれなりに格好がついちゃったりします。お、殺して、あの氷も下段で、ほう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 、食らうとそこから追い打ち、さらに攻められてしまうのでなかなか辛い技。さあ、これは接近戦の回転率が、タイザン側はこのリムルルの接近戦をさばくのはかなり厳しい。頑張って A でしのごうとする。さて、これでチャーリー O2 さんの勝利。レアとマグロマン、あとリムルルは空根拒否、空中コンボ拒否技があるのがやっぱり強いです、ね、あ、まだ あるんですね。コンロがやってくるあれですね、防御してくれる。黄色い方がマグロマン、赤い方が、レアとなっております。さあ高飛ばして、これはがお互いやることは一緒ですね。やることは一緒ですね。やることは一緒です。同キャラ戦、どっちが気合いです。追い打ち。これでマグロマン。攻めどうする？中段立ち。A B。高飛ばし。弾いてからカムイリムセ。どうする？下段立ち A カムイリムセ。これ繋がってますね。中段でさばくレラムツベに。あ、飛んでっちゃったから間合いを離す。さあ体力はほぼ同じ。アンデムツーブエー、いい試合ですね。いい試合ですね。ナコルル同士の殴り合い、やることが本当に一緒本当。さあマグロマンが一本選手、さあ大切りからタシディ、カムイリム星からの攻めはバックステップで拒否。ここで反タシー、中段アンヌムツベで切り返していく。意外にリチありますよね、ナコルル。おっ、大切りから弾いて、ここ弾きつく、なんかスローがすごいんですけど、雨が降ってきたからな。あー、もうオーバースペックですからね、このゲーム。PC が壊れてるわけではございません、この機能がそういう仕様になっています。お使いの PC は正常です。お使いの PC は正常です。タチビーカムイリムセ、まず先手を取ったのはレア、タチビーで切り返す。チーとしたのはレア、駒投げありましたね、そういえば。一応 3D 格闘的な 3D 格闘と融合しているので、駒投げはしゃがんで避けられます。あ、なるほど。さあカームイリムスでレア勝利。
じゃあ宮本と周平。自分の声は聞こえましたか。はい、じゃあお願いします。さあ、ワピガが宮本、ツビガが周平。さあ、周平、このゲームでもガルフォード。あ、とりあえずスマホでコマンド表をチェック。そうですね、さあ、ワープして、さあ、とりあえずコマンドのチェックから入ってますね。技のチェック。さあ、これはなんだ、これはなんだって。あ、トビド君が飛ぶぞ。お、なんだこれは。投げです。さあ、あ、ガルフォードの体力がじわじわ減ってる。え、あ、それやると減るらしいですよ。さーて、ベオマさん、そろそろいいんじゃないですか。さあ、さあ、周辺の技チェックが終わったところで、大切りバッサリ、減りすぎだろそれ。5段、ここで怒り爆発。烈心山から追い打ちになるんだね、烈心山。やっぱりセントレちゃんの烈心山。さあ、宮本勝利で、カツオとカツオとチャーリーを打つ、じゃんけんしてください。さあ、ワンピー側が羅刹アスラ、反面のアスラ、ツーピー側はチャーリー O2 の羅刹リムルル。アスラはやっぱり A でチクチクと拒否していく。体力リードはアスラ、結構リムルル側体力減ってる状態。ボンルメムから追い打ちして奥攻め、一気に持ってく。タッチ弾いたとこにタッチ B から。さあ、奥攻めはどうする。アスラ怒った状態、崩しを狙うが B キャンセル、 A キャンセルかな。ボンルメムいきなり下段が来るので、あれはね、急に下段が来るとちょっと警戒しておきたいところ。これですね。で、追い打ちを食らうと移動置きができず置き攻めを食らってしまうというリムルの攻めですね。さあ、ここでメムは相打ち、ただし中段、体力原子の黄色い部分は回復可能ダメージなんですけれども、ある程度体力が減ってしまうとこういう風に消えてしまうんですね。アスラーたまらず怒り爆発。リムルルは体力かなり残った状態でクルージングモードか。崩しから何をする、立ち一線は当たらず、立ち B で返して真っ二つ。チャーリー O2 勝利。
さあ決勝進出。さあ、レアと宮本。はい、この後、天草降臨大会エントリーの方まだ受け付けてます。天草降臨大会エントリーの方受け付けてます。さあ、ワンピーが羅刹半丸の、宮本、ツーピーがナコルルのレア。さあ準決勝第2試合、侍対戦2017、第1戦アスラザンマデンの準決勝となっております。さて今日が14人か、14名の参加になってる。さあそうですね、その通りですね、まさに14人集まったことがすごい。10にもアスラ勢がいたということで。さあ大蹴りから、おここで斬鉄まで、レシンダーは入らず、カムイリンして、これはかかんから下段下段下段と。さあ宮本が1本、2本目勝負。さあこのハイパーネオジオ64、素晴らしい 2D ハードなんですけど、 2D ゲームが一切出ていない。無理くり 3D を動かしてるからこう重くなってしまうと。さあこれはお使いの PC が悪いわけではございません。もともと30フレなんですこのゲーム。さあ中段攻撃、そして追い打ちしていくのはレア、そして怒りマックス。これはあーちょっと展開重視。さあ怒りマックス、ここはナコルル落ち着いて下がっていく。さあ崩してって、ここがカクアン。さあ途中で怒り爆発して、これは一戦入る、だがまだ生きている。下段で崩してガード、ここは果敢持っていってレア1本取り返す。そして宮本の覇王丸、怒りマックス状態でスタート。さあ展開によってはこれで2回怒ることができるかもしれないと。さあ痛いのが入ってダブルアップ狙い。投げつかに高血圧まで、残り体力は半分。大切り、ここ大切り返していくが果敢入らず。さあこれはどうだ、まだ残る。さあこれは怒り爆発、コンボの途中で。さあ一戦中切りか入って宮本決勝進出おめでとう。さあじゃあそのまま決勝いっちゃいましょう。チャーリーオーツ対、宮本。さあ 1P 側が、チャーリーオーツ、 2P 側に、宮本。さあ侍対戦2017第一戦決勝戦始めてください。さあリムルルとハオマル、1回戦サリピとやった、のと同じ組み合わせ、先ほども見たぞこの組み合わせ。
先ほどは、宮本ことベースゴマソのハンオーマルが一方的にサリピリムルルを倒したが、さあここチャーリーオーツどこまでリムルルの性能を引き出してくれるのか。あっとこれはしっかりガード。さあ中段の距離を振っていく。そこで宮本の6段入る。あ、これですね、途中で氷が助けてくれると、コンボカッターの役割をしてくれる。浮いて追い打ち。あ、烈心山しゃがんでしまったか。さあ優勝リーチ宮本。旋風烈さんから烈心山弾いて大斬り。この大斬り、大斬りの押し、そして弾いて、ここは連続技入らず、コンロに助けられるリムルル。ここはしっかりガード、下段もガードしている。中段の蹴りで、さあ宮本投げる。なんとかこの近づいたところにやりたいところだったが、さあここで怒り爆発。投げつかりが入らなかった。さあまだ時間はある。さま一線を切った。さあ優勝は宮本、おめでとう。いいな。さあまず第一戦、じゃあそのままいきますかね。有識者枠が勝利ということで。はい、ありがとうございます。はい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 、はい、ありがとうございます。あ、カメラが、はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、どうですか。いや、なんか有識者枠、有識者枠、まあなんかいろいろ喋りながら、さっきも喋ったんですけど、結構好きなんですよこのゲーム。あはは、ね、水中戦だとか、30フレームだとか、まあいろいろ言われますけども、完全に水中の戦いですもんねこれ、それなりに 2D と 3D の融合を目指したという、ボリ様ほどなんかややこしいシステムがなくて、あの簡単にはなってるんですよね。すごく分かりやすく 3D っぽい 2D を作ってる、ね、天草降臨にちょっと戻しつつみたいなという感じで、で、そうですね、今日僕が使った覇王丸なんですけど、はいはいはい、立ち A から連続技があったり、なんか結構いい感じで6段までつながるっていう、技もシンプルで、まあ、使いやすいキャラなんで、このゲーム始める人に結構おすすめかなと思いますね。ほう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 。はい、シュラよりも羅刹、羅刹の方が多分強いと思うんですけど、はいはいはい、まあ、連続入力はちょっと癖があるので、あ、まああれは一人用とかで練習して、あ、まあ一人用面白いですからね。そうですね、ラスボス以外、ラスボス以外はラスボスは何かな、何なんすかね、あれ何なんすかねって、何をやろうとしたんですかね、うん、まあそんな感じで、まあちょっととっつきにくさはあるんだけど、まあ、天草降臨っぽくもあり、ポリサムっぽくもあり、ええ、まあ、結構遊べるゲームだと思いますんで。何気に一人用でやる分には、まあちょっと練習する分にもまあ楽しいみたいな感じですもんね。まあ、そうですね、技も多くてキャラも多くて、ええ、シュラと羅刹の違いも結構ね、豊かな感じなんで、はい、ただね、残念なことに、はい、ハイパーネオジオ64が少ないんですよ、はい、ミカド少ないですね、少ないので、明日になるとポリ様になっちゃうんで、やりたいと思うと、ね、今日中にやってくださいという、
結構ね最近そのアスラやりたくて来ましたみたいな人ちらほら会うんですよ。普段動いてないですからね。普段動いてないんで、例えばそのツイッターで僕とかに、知らせていただいて、ベホマソのツイッターかなんかに知らせていただくか、なんかまあ、帝のレンタルのシステムを使ってくれれば、ね、前もって入れますけど、前もって対戦会とか企画しますんで、普段は動いてません。普段は動いておりません。はい、はいはい、なぜかポリサムの方は動く回数が高いということで、やっぱりね、ああいう分かりやすい壊れたゲームの方が帝ではどうしても人気が、ね、出てるんですよね。はい、まあ、こっちも元気が出るムーブ結構ありますけどね。結構、実は、ね、地味にあるんです。というわけで、優勝した、宮本さんです。じゃあ後ほど賞状、はい、ありがとうございます。トリセンさんに持ってくあれですか。トリセンさんに、はい、賞状を持ってくと、はい、なんかいいことあるかもねっていう。いいことある、はい、商品ではないです。あ、なるほど、なるほど、商品ではないです。はい、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。優勝した、ベホマソじゃないや、宮本さんでした。はい、ありがとうございます。じゃあね、侍対戦始まりましたんでね、今年もみんなで楽しんでいきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、侍対戦2017、オープニングマッチでした。アスラーザンマデンでした。じゃあこの後、皆さんお待ちかね、天草降臨です。エントリーの方10分くらい受け付けます。よろしくお願いします。そして帝の裏の方にある、こちらですね、こちら地図出します。ポーンと、こちら帝の裏の方にある、メロンパン屋さんのところを曲がって、しばらく行くとある、焼きそば屋ミカサさんの隣にあるトリセンさん、混ぜそばのお店です。たまにラーメン系もありますけど、おすすめになっています。もしよろしければ行ってみてください。今日やってたっけな、ちょっとゴールデンウィーク中の定休日をちょっと忘れてしまいましたけど、何日か休みだったような気がします。まあ、ちょっとツイッターの方を見てください。じゃあ以上、アスラーザンマデンでした。お疲れ様です。